佐藤勝弘は、日本の行政学者。佐藤勝弘とも表記される。秋田県平賀郡平賀町第五出身。秋田県立横手高等学校卒業。1976年中央大学法学部、卒業。1978年中央大学大学院、法学研究科修士課程修了。1979年財団法人行政管理。 研究センター研究院。1981年中央大学大学院、法学研究科行政学専攻後期、家庭担任取得満期大学。1981年、北海学園大学法学部専任講師。1986年、北海学園大学法学部助教授。1994年、北海学園大学法学部、教授、大学院法学研究科教授。 2003年放送大学大学院文化科学研究科客院教授。2015年より2018年まで北海学園大学大学院法学研究科長。日本政治学会所属。北海道地方自治土曜講座実行委員を務め、2009年より公益社団法人北海道地方自治研究処理事長。 札幌学院大学地域社会マネジメント研究科、非常勤講師も務める行政学が専門で、特に政策過程における行政の役割と市民による政策過程のコントロールを研究。地方自治論、同州制なども研究。このほか、同州制特別区域における広域行政の推進に関する法律も研究対象としている。2015年より2018年まで、 北海学園大学大学院法学研究課長、ありがとうございます。